アグニエシュカラドアンスカは、ポーランドクラクフ出身の女子プロテニス元選手。2012年ウィンブルドン選手権女子シングルスの準優勝者。2015年の WTA ツアー選手権の優勝者。ポーランドの女子選手として、史上初めて WTA ツアーの世界ランキングトップ10入りを果たした選手である。自己最高ランキングは、シングルス2位、ダブルス16位。 これまでに WTA ツアーでシングルス20勝、ダブルス2勝を挙げる。身長172センチメートル、体重56キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。一歳年下の妹のウルシュラ・ラドワンスカもプロテニス選手である。アグニエシュカ・ラドワンスカが生まれた1989年は、ちょうどポーランドで共産主義から、 自由主義への体制転換が始まった年である。アグニエシュカーは4歳の時から、妹のウルシュラと共に、父親の手ほどきでテニスを始め、ドイツノルトベストファー練習、ボルケン軍のグロナウにある、テニスクラブで練習を積んだ。2005年4月に16歳でプロ入り。その後、2005年ウィンブルドンと2006年、全仏オープンのジュニア女子シングルス部門で優勝する。 全仏ジュニアの直前、2006年5月に、古国ポーランドの首都ワルシャーで開かれた、J、J&S カップで、ラドワンスカは1回戦で2004年全仏オープン、優勝者のアナスタシアミスキナを破り、エレーナ・デメンチェワとの準々決勝まで勝ち進んだ。6月の全仏ジュニアで、第2シードから優勝した後、ラドワンスカは2006年ウィンブルドンで四大大会の本戦にデビューした。 主催者推薦で出場したラドアンスカは、初めての本戦で、キムクライシュテルスとの4回戦まで勝ち進んだ。この後2006年全米オープンでは、予選3試合を勝ち抜いたが、本戦2回戦で、タチアナゴロビンに敗退した。2007年全豪オープンでは、本戦直接出場を果たし、2回戦で、第13シードのアナイバノビッチに敗れた。5月のトルコイスタンブール大会で、 ラドワンスカ姉妹は女子ツアー大会のダブルス初優勝を果たす。8月のスウェーデン・ストックホルム大会にて、ラドワンスカは決勝でベラ・ドシェビナを6から1、6から1で破り、シングルスでも初優勝を飾った。これはポーランドの女子選手が WTA ツアーで獲得した最初のシングルスタイトルである。全米オープンで第30シードを得たラドワンスカは、 一回戦で日本の森上明子に勝ち、三回戦で大会前年優勝者のマリアシアラポワを六から四、一から六、六から二で破る勝利を挙げたが、四回戦でシャハー・ピアーに四から六、一から六で敗れた。二千八年前後オープンでラドワンスカは第二十九シードから初のベスト八に進出し、準々決勝で第九シードのダニエラ・ハンチコバニーから六 2から6で敗れた。この大会では、マルタ・ドマホフスカも4回戦まで進み、ポーランドの女子選手が2人、ベスト16に勝ち残る快挙を見せた。ウィンブルドンでは、2回戦で、ラドワンスカとドマホフスカの、ポーランド対決を実現させた後、4回戦で、スベトラーナ・クズネッツワに6から4、1から6、7から5で競り勝ち、この大会でも初のベスト8入りを決めた。 ポーランド女性によるウィンブルドン8強進出は1939年のヤドビガイエンジェオフスカイ以来69年ぶりの快挙となる。準々決勝では第6シードのセリーナ・ウィリアムズに4から6、0から6で敗れた。エス・ウィリアムズは2回戦で4大大会本戦に初出場した妹のウルシュラに6から4、6から4で勝っていたため同一大会で ラドワンスカ姉妹を連覇したことになる。ウィンブルドン選手権終了後、ラドワンスカは2008年7月7日付の女子テニス世界ランキングで10位に入り、ポーランド女性として史上初の世界トップ10入りを果たした。当地の男子選手ではシングルスのトップ10に入った人は1970年代から1980年代前半にかけて活躍したボイチェフ被爆一人だけである。 2011年全豪オープンで、ラドワンスカは3年ぶりとなるベスト8に進出した。マイアミ大会のダブルスでは、ダニエラ・ハンチコバと組ダブルス2勝目を挙げた。8月のマーキュリー・インシュアランスオープンでは1年ぶりのシングルス決勝に進出。ベラズ・ズボナレは563、64で破り3年ぶりのシングルス5勝目を挙げた。2011年9月のトーレパン・パシフィック。 オープンテニストーナメントでは、決勝で、ベラズ・ボナレは263、62で解消して、大会初優勝を果たした。翌週の中国オープンでも、決勝で、アンドレア・ペトコビッチを75、06、64で破り2週連続優勝となるシングルス7勝目を、挙げた。2012年全豪オープンで2年連続のベスト8に進出。準々決勝では優勝したビクトリア・アザレンカに、 7から6、0から6、2から6で破れた。2月のドバイ大会で決勝に進出。ユリア・ゲルゲスに7五64で勝利した。3月のマイアミ大会でも決勝でマリア・シャラポワを破って優勝した。2012年ウィンブルドン選手権では準々決勝でマリア・キリレンコを7五46、7五で破り初めての4大大会ベスト4に進出した。準決勝では アンゲリック・ケルバーに63、64で勝利し決勝に進出。決勝では、セリーナ・ウィリアムズに16、75、26で敗れ準優勝となった。大会後に、自己最高の2位を記録している。ロンドン五輪の開会式では、ポーランド選手団の騎手を務めた。シングルスでは1回戦で、ドイツのユリア・ゲルゲスに5から7、7から6、4から6で敗退した。 妹のウルシュラと組んだダブルスでも2回戦で敗退した。トーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでは2年連続で決勝に進出したが、ナディアペトロワ206、61、36で敗れ連覇を逃した。2013年は開幕戦の ASB クラシックとシドニー国際で2週連続優勝を果たした。2013年前後オープンでは準々決勝で、リダニゴから7。 3から6で敗れた。ウィンブルドンでは準々決勝で、リダを7から6、4から6、6から2で破ったが、準決勝で、ザビーネイリ式に4から6、6から2、7から9で敗れ2年連続の決勝進出を逃した。2014年は、ロジャーズカップモントリオール大会では、決勝で、ビーナス・ウィリアムズを6、4、6、2で下し初優勝。 2015年 WTA ファイナルでは決勝でペトラクビトバ5六に4、4 6 6 3で破り大会初優勝を果たし初めてのビッグタイトルを獲得した。2017年7月ラドワンスカは自身のヒッティングパートナーのダビドケルトと結婚した。ラドワンスカは2018年11月14日に自身の Facebook で健康問題を理由に現役引退を表明した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。